お姉ちゃん、お疲れ様。お姉ちゃんだけに内緒の相談があるんだ。うん、ありがとう、お姉ちゃん。うん、僕ね、お友達になった証にみんなに贈り物をあげたいんだ。贈り物を渡してみんなに笑顔になってほしいなって思って。それでどんなものならみんな喜んでくれるかなって。嬉しい。ありがとう、お姉ちゃん。みんな、いってらっしゃい。気をつけてね。お姉ちゃん、僕たちもそろそろ行こう。まずはどこのお店を見るのがいいかな。だけど他のものも気になるし、どうしよう。
僕もお姉ちゃんのこと見失っちゃってごめんね。ちょうどお腹が空いたなって思ってたんだ。あ、その前にちょっとだけ待って。こうやって手をつないでおけばもうはぐれないよね。イチゴが乗ったケーキって食べ物、甘くて美味しい。お姉ちゃんといると新しいことをいっぱい知れて楽しいな。これからもいろんなことを教えてね、お姉ちゃん。ねえお姉ちゃん、それも食べてみたいな。ダメ？大切なお友達とお菓子を食べるとこんなに幸せな気持ちになるんだ。決めた！みんなへの贈り物はお菓子にするよ。うんうん、あそこのお店から甘い匂いがするよ。甘くてふわふわしてる。でも一つ一つ可愛く包装されてるし、キャラメルもいいな。決めた。みんなへの贈り物はキャラメルにするよ。大丈夫。何かあった時のためにってミニギがくれたんだ。もちろん、お姉ちゃんも行ってらっしゃい。
したらあったかいよ。でもお姉ちゃんのことギュッとしてるとあったかいんだもん。お姉ちゃんのほっぺた冷たくなってるね。もっとギュってしてあげる。じゃあ、あのね。僕の贈り物、受け取ってくれるかな？うん、ちょっとドキドキするけど、楽しみだな。その、僕、みんなとお友達になれてすっごく嬉しかったんだ。だからこれはね、そのお礼。みんなありがとう。新作生命、僕とお友達になってくれてありがとう。
と出会えたのもお姉ちゃんのおかげだよ。僕の方こそありがとう。さっきみんなに言うきっかけを作ってくれて嬉しかった。僕みんなのこと大好き。ねえお姉ちゃん聞いて、僕ねみんなとまた遊ぼうって約束したんだよ。うん、すごく楽しみ。その時はお姉ちゃんも一緒に来てくれる？約束だよ。僕、忘れ物しちゃった。お姉ちゃん、ついてきて。それは、僕、お姉ちゃんと一緒にいたくて。ダメだった？でも、お姉ちゃんも明日には旅に戻っちゃうでしょ？みんなも国に帰っちゃうから、お別れなんだよね。寂しいな。嘘、お揃い？すごい！お姉ちゃんには何回ありがとうって伝えても足りないや。
でもね、お姉ちゃんだけは他のみんなと少し違うんだ。お姉ちゃんは僕の一番特別なお友達。本当に大好きだよ。こんにちは。君は誰？お友達になってくれるの？はい、ありがとう。僕はタケルだよ。よろしくね。美味しいものはお友達と一緒に食べた方がもっと美味しいもんね。そうだ、お友達になってくれた証に僕の宝物を見せてあげるね。どこで手に入れたかわからないんだけど、大切なもののような気がするんだ。お揃い？本当だ、すごい。ねえ、ニギギのお家で一緒にお茶を飲もうよ。うん、お姉ちゃんと一緒に選んだんだ。すごく美味しいよ。お姉ちゃんが笑ってるとなんだか僕まで胸がポカポカするな。本当は買ってすぐ渡そうと思ってたんだけど、渡せなくて。僕、忘れ物しちゃった。ついてきて。
ありがとう、家光、四季。僕絶対お姉ちゃんにこの贈り物を渡すね。お姉ちゃんに贈り物を渡すまで、この言葉は絶対に覚えてないと。